ンポ、リズムでボールを打つという練習になります。どうしても上半身の動きだけでスイングをしてしまうとテンポ、リズムというものがイメージできません。このように手だけで振ってしまうと右手で打って左手でこうイメージが湧かないということになりますので、下半身の動きをうまくこのように足踏みするように、まあ、歩くのと同じようなリズムでスイングしていただく。こういうふうに足踏みすると腕が勝手に動いていきます。このように、まあ、片手でやるとすごくいいでしょう。両手ですね、いやではなくて片手と左手もしくは右手両方ですね、片手でスイングしていただいて足のリズムで振っていただくと、少しこう揺さぶっても構いません。このようにして手で打つんではなく足のリズムでテンポで打っていく、1、2というリズムですね。上半身でこうやって手だけで足を止めてしまうと手だけで振ってしまいますので、このように足をつくテンポをイメージしてください。発展形がこのボールをですね、このように何個か並べて歩くように打っていく、足と手のタイミング、リズムを合わせていくとこのように当たります。どうしても上半身だけで打ってしまうという風になっていって、なっていくと足を止めて手で打つということになるので、そうするとですね、このような形、このような形、ただ叩くという風になってしまうので、これだと足腰を使ったスイングにはなりません。歩くように、この歩くような形でそれに腕がついてくるように頭の中でメロディーを作りながら1、2、1、2、1、2とこのようにリズムを作っていくと、で徐々にそのクイックにですとかしっかり1、2というふうに強く強く強くというふうにテンポを入れてあげれば、今度はスイングが大きくなってくるので捻転も強くなり飛距離が出てくるようになります。このように少しスピード感、強さ、バックスイングの大きさを入れてですね、このようになってますね。プレッシャーかかったりというよりは、あとは、スランプに陥った時なんかはですね、こういうスイングをしていただくと徐々にイメージが湧いてくるでしょう。皆さん、お試しください。次回見逃さないためにもチャンネル登録よろしくお願いいたします。